アディアールの戦い、またはアディアール側の戦い、セントソームの戦いは、第一次カーナティック戦争中の1746年10月24日に起きた戦闘。戦闘は、フランス東インド会社とカルナータカ大使の間、セントジョージ要塞をめぐって行われた。フランス軍は、イギリス東インド会社からセントジョージ要塞を奪取した。 イギリスと同盟したカルナウタカ大使アンワールディーン、ハーンは要塞を脱回すべく息子のマフフーズ・ハーン、率いる軍勢をマドラスに派遣した。しかし、彼は軍勢一万も率いながら、フランス軍に散らされ、南への移動を余儀なくされた。彼は、サンソメを、ラッシュ、10月22日にアディアール川北岸に陣取って、 フランスがポンディシェリーから援軍を派遣することを阻止しようとした。パラディ大佐率いるフランス人200人とフランスの訓練を受けたインド軍はポンディシェリーから出発クイブル島を通過してアディアール川南岸に布陣した。マフフーズ、ハーンの軍勢はフランス軍に砲撃したが効果が薄かった。10月24日、パラディはドラトゥール率いる援軍が セントジョージ要塞から派遣されたという知らせを受けた。パラギはアディアール側を渡ってマフフーズ、ハーン軍の後輩を攻撃しようとした。彼は規立を保った砲撃と銃剣突撃でマフフーズ、ハーンの軍勢を破り、マフフーズ、ハーン軍は逃走した。ドラトゥールの援軍は後に到着したが、戦闘には間に合わなかった。 戦闘はフランスがセントジョージ要塞の支配を継続するという結果に終わった。ありがとうございます。